ミシェル・ビュートール・ミシェル・ビュートールは、フランスの小説家、詩人、批評家、ブック・アーティスト、ヌーボー・ロマンの作家の機種の一人と目される。フランス北部モンザンイコール・バルールで生まれる。1956年、小説、第2作、時間割りで、フェネオン賞を受賞。翌年1957年第3作目の、心変わりで、ルノー・ドー賞を受賞し、注目を集めた。 1960年に4作目の段階を発表後は小説作品から離れ、1962年、モビールアメリカ合衆国の表現のためのエチュードを皮切りに空間詩と呼ばれる作品を次々と発表し始める。画家とのコラボレーション作品が数多く、書物を利用した表現の可能性を追求し続けている。文学をはじめ絵画、音楽などを論じた批評集。 目録がある。2013年アカデミーフランセーズ文学大賞受賞。ありがとうございます。